気持ちとしてはでもやったのがまあ3年前ぐらいなのでちょっと自分でどんな感じのクリスティーヌになるのかなということはすごくなんか楽しみでうんなおかつあのやっぱり人が違うと自分が感じるものが変わるのでなんか今回の共演者の皆さんがこうどんなふうに感情を持ち寄って。 みんなで作っていくのかな？っていうことはすごく楽しみですね。城田さんは今日2回目ぐらい2回目うんぐらいで全然お話ししたこともなかったですし、加藤和樹さんとあと、サラちゃんは nhk のあのオーディオドラマのあの青髭校の作品でお会いしたことがあっ。 で,でもその時にサラちゃんともしっかりお話はできなかったので今回すごい嬉しいですしそうでもモーノさんとかも初めてだし皆さんほぼほぼあのアンサンブルの方が意外と今ジキ「直杯」「直樹とハイド」でお世話になっている方が多いのでなんかそこがすごくあのまた全然違った役で関わりも違うとなるとあの、ね、楽しみだよねなんて話を今からしてますけど、ね、意外とね初めての方が多くて。 ななのででんか楽しみですいやそれは不安でしょう絶対もうなんか頭の中にさっき歌唱をなんていう知ってる風景お二人が歌唱のねこう見た時に自分の中の頭の中で流れてくるのは雪組の時の歌詞だから <laughs> でもきっとまあそれは稽古が始まったらまあ普通に多分できることだと思うんですけどね自分の中自分の歌がどうなるのかっていうところがね どんな風にやっぱり流れてるものがすごく練習したものでもあるのでどんな風にやっていくのかなって、まあ、そういう意味でも、まあ、自分の中でちょっっとニュートラルでいたいたなって思ってます <laughs> ファントムは大好きですね音楽もそうだしお話の内容というよりかはやっぱ音楽が好きなのかななんかすごくいいじゃないですか <laughs>。 ファントムっていう作品は夢があるしあの、うんうん、クリスティーヌが夢持ってるのが好きななんですよねなんかここで歌いたいって思ってるものだったりとか何かその導かれてるだけではなくやっぱりその自分の意思があったからこそエリックにもなんとなくその出会うことになったんじゃないかなって思うしなんかそういうところがあーねえ 必然というか運命はね偶然ではなく必然であるというかというところがとても表現されてる作品だなって思うのでなんかモリエストンさん作曲家のモリエストンさんが描かれる音楽も本当にモリさんが描かれたいろんな作品ある中でも「ファントム」っていう作品はとても丁寧に音楽段階を得てこう歌,う歌っていく。 ところが、まあ、個人的にはすごく好きでもあるしお客さんもきっと何かそのなんていうのかな馴染むというか、うん、何かその見てる時に自然と物語の中に入っていくように、まあ、構成されてるミュージカルだなっていうことを思うので、はい、大好きで,すううでもほらそれ言ったらさメアリー・ロバートちゃんからのルーシーだからね。<laughs> ね なんかあ振り幅楽しいよねって思いながらなんかでもあのメリー・ルバトちゃんからしかもらえないものもあってそれでいてルーシーからしかもらえないものもあってできっとクリスティーヌからもらえるものもあってなんかい,いつもいつもとってもねその役が大事にしている宝物というかをもらっている気持ちになるので。 クリスティーヌに久しぶりに会える中でなんかどんなねお互いのこう中でというかこう会話というか感情の交換ができるのかなというところは今から楽しみです。でいや見方はねやっぱりミュージカルは自由なので音楽を楽しむもよしなんか「あエリックやってる城田さん加藤さんかっこいいわ」 とかでもオッケーなんですよ。うんー、衣装綺麗だなとかセットがいいなとか、なんでも見方は全然何にも自由なので、何か見に来た時になんか何が好きだったかなってこう思い返してもらえたら嬉しいですよね。うん。あの舞台がねあるとなかなかスタジオに伺えないんですけれども、でも。 私ミュージカルの世界に命注いでますのでぜひ会いたいなと思う方は舞台に見に来ていただいてなおかつ再捨てでやっぱりあの塩原アナと一緒にミュージカルを見たことがない人も見に行きたいなって思うことで結構いるんですよね見に,見に行ってみたっていう人が宝塚もそうですしこのミュージカルいろんな日比谷界隈であったりもう大阪もこう劇場がたくさんあるのでその中でいいなって って思うものがあったらぜひ足を運んでいただいて、こう私が大好きなミュージカルの世界に皆さんで一緒に入っていけたら嬉しいなと思うので、えー、今年度も今年度もよろしくお願いします。またスタジオで、バイバイ。